テキラドムT14です。今回はね、岐阜を作ってまいりました。これ、ルーレットですね。ルーレットで止まったユニットしか使えない縛りをね、ガクと一緒にやっていきたいと思います。まあ、細かいルールはね、見ればわかるんですけど、4種類、通常ユニット4種類とスーパーユニット1種類の合計5種類しかユニットを使うことができません。ここに20枠だけ自由に使っていいユニットを足した。合計5種類プラス20枠というわけでね、これがかなり面白いものになったのでね、早速やっていきたいと思います。というわけで、ね、今回はね、ガクトルーレットオブクランをね、やっていきたいんですけど、今勝手につけた。まあ4種類プラススーパーユニット1種類で280枠を作んなきゃいけないんで、このね、ルーレットにだいぶ命をかけて回していかないといけないんですけど、どっちから回していく？じゃあ自分が先行。オッケー。でもらいます。これ待ってんの見えてるよね。はい、見えてます。オッケー。じゃあ、ストップと言ってください。いいっすか？はい。ストップ。割と。はい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 。まあ、本体にもなれるし。まあ悪くはない。イエティさんですね。まあ、主軸にもギリなれる可能性があるやつが。下手なのは熱いですね。はいはいはい。はい。じゃあ行きます。はい。ほい。全然あり。これガグいるのといないので相当変わりますから。まあでもこのまま全部回収っていう。まあガグね、はいはい。回収の中ではめっちゃ当たり。回収界では最強のユニット来たから。まあ。じゃあガグで残り3種類かな。ストップ。うおー。まあ。あえません。熱いやつ。いや、これ多分だいぶでかいっすよ。まあ。確かに。隠れ OP 引きました。確かに。ヒーロー処理できるの熱いな。隠れ OP。リエティなんよな、もう一個。いきます。はい。主軸引きたいな。はい！いや、まあ、こっからね、バルーンとクイヒーラーとか引けば俺もう、完成ですから。サードユニットバカ弱くないですか。今んとこ何もできないなこれ。まあ。はいはい。ストップ。ああなるほど。いやちょっと違うな。ちょっと。さては4種類少なすぎる説ない？確かに。これ今ベビーとイエティとストライカー。うわあ。ヒッツ。じゃあ行きます。ヒーラーさんよりはな。ヒーラー欲しい。ヒーラー来たらまだなんとかなるな、俺も。ヒーラーだな、多分これ。ヒーラーかライダー欲しいな、じゃあ。はい！あ、ちょ、これはなしでしょ。これはさすがにやり直しん。これはさすがになしだな。じゃあ行きます。そんなことあるかね。バルーン強いな。バルーンかラバか。ライダー欲しい！まあ。いや、なるほど、はい、通常ユニット最後のルーレットです。ストップ。一番いいな。これやったね。キング誘導できますしね。イエティ、ベビドラ、ストライカーババ、主軸引けなかったね、あんまり。イエティぐらいだ、ね。俺が今、ガゴ、ネクロ、ストライカーでラストです。いきます。もうバルーン来ても遅いな。ネクロ引いちゃったから。ゴレだな、ゴレ。はい！いやー。倒せない。いやー。やったな。これはやったな。スパユニにかけましょう。これここからのスパユニです。これ穴開けできないって地獄やな。まあそれはね、プラス20枠でなんとかするしかない。はい、じゃあスーパーユニット移りたいと思います。はい、じゃあスーパーユニット運命、これ結構大事だな。でかいですもんね。これでかいね。イエティ引いてるからワンチャンスーパーアーチャーとか引けたら、あお確かに鳥らたまた暗式できます。じゃあストップお願いします。はい、ストップ。おお、オッケー。これはなんとかなりましたね。
熱い。いや、その引き強すぎ。熱すぎ。スーパーチャ引かれるか。これ何くればいいんだ、俺、ネクロ。何欲しいかな。スパジャイか、これ、ワンチャン。やばいな。何着てもやばいわ、俺の方も。ダメだ。なんか強いの、来い。うわー、なるほど。強い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 。なるほど。もう主軸決まったな、これは。当たりは。意味不明な編成だけど、スーパードラゴン主軸だ。はいはいはい。これをプラス20枠味付けして、自分の中でやっていく感じですね。はい。じゃあ早速編成組んでいきましょう。じゃあ準備が整いましたので、ガクさんの方からアタックお願いします。はいはい、はい、いきます。はいはい、いってきます。いってらっしゃい。はい、しょうか。さあ、どんな編成、うん、あ、スーパーチャーと、そうね、イエティが引けたからね。そうですね、やはりイエティとスーパーチャーでのアタックになってきました。ちなみにこれは JX タイガーの決勝戦で使っていた配置を実はコピーしておきました、事前に。クラスが攻めてたやつですね。行ってきます。あいつ、そう、スケルトンとジャンプと、お、20枠、これはスーパーオルベカか。そうですね。あ、マジか。迫撃に怒られてる。迫撃に怒られてます、あのスーパーチャー。意外と耐えてるんだ。あ、本当だ、2回も耐えてる。そう、まあ、ゆっくりゆっくりね。これ足したのってアーチャーとオールブレーカー。そうですね。あとバルーンとかガゴとか。あ、本当だ、使い切ってるけど、バルーンとガゴが。20枠はもうほぼほぼこれで。これ意外と20枠って少ねえなって思ったわ。そうです、ね、バルーン1体2体しか積めないっていう。さ、スーパーチャーがどこかに出た。いたいたいた、兵器の後ろにいますね。残り2分くらいで、まあそろそろ、まあ、サービス終了はでも早いからね。そうですね。あ、ちょっとそれだけ。お手する。なんすか、その嫌がらせ。知らん、これは。さあ来ました、イエティ。めちゃめちゃ入ってくるよ。さあ、ホグ VR チャンピオンも早めの、おお、すごいいい巨爆。おお、ちょっと不穏すぎる。もうちょっと意味やば。援軍気配入ってます。いや、不穏すぎ。さあ、どうだこれ。スケルトンが5発あるので、これさ、中心部は、ただでもラバとかなんかだるかったんじゃないこれ。あー、説ありますね。さあ、これどうだ、意外と流れた方が強い説。ちょっと、おぉ、わ、パワー稼げますね。確かに。スーパーガーゴイ、これで援軍処理が終了。中心マルチが残る形か、ここまで。まあ、でもパワーは伸ばすの。いや、伸びるな。むしろそれてくれてありがとう。それたせいで死なないな、こいつら。さあ、新スキンのバーバリアンがかっこいいですね。大量。そこテスラなのか、びっくりした。覚えてなかったですね。クランスが何したかすら、なんか時間切れだったの覚えてます。僕の中で JX タイガー戦の記憶は同じく自分が攻めた配置が消しました。消しときました。そう、クラスとね、俺のところはね、残った2つだったからちょっと覚えてたけど。さあ、 76% ですね。あ、でもまあ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 、全然勝てる。76ね。はい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 、76以上取れればとりあえずアドですってか勝ちです。 BO あるなんて、はい、いきます。はい、攻撃。はいはいはい、スーパードラゴンが引けたんでね、そりゃこうなりますよね。まあ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 、強そうやな、なんかいかつい。あとはこの ネクロどこで使う予定なんだろう。いかついな、ちょっと。ネクロが使えるとこないんだよね。
ガーゴイルをねとりあえず巻きます。テスラチェックをします。ないです、ここ。はい、了解した。ネクロ1体サイドが、あ、迫撃残られる。まあまあまあ、罠はないです、こんなとこに。めっちゃ贅沢なサイドカットじゃないですか。さあスケルトン置いていって、あー、そんな気がした。これはまずいですね。合流しでやっていくしかありませんが、クイーンは戻ってきていただきます。いいビジョン。いやー、ラバ出てる。さあネクロも外周流していきましょう。いらな。あー、これは、いやー、これはまずいです。いいトルネだけど黒がない。ないとはいえですよ、ワンチャン。いやでも、いやでも強いな、それ。さあ頑張れ。あ、むしろ強いやつや。どうだ、スーパートラゴン強いよこいつら。強いよな。いや、普通に行かれるやつや、これ。スーパードラゴンが強い。一体も死んでない、死んでない。上の方でなんか怒られてますが。いや、強。はい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 。強いよ。ほい。これは。こういうことがあるからね、このルールは。これはさ、一発逆転しました。そうそう、ジューレットゲームだから。パイユニで逆転した、これ。ちなみに、この硬い配置は、クイーンウォーカーズ公式ツイッターが配ってるので。あ、そうなんだ。らしいです。じゃあ概要欄にその ツイート貼っときます。というわけで、初戦は、ユータ14勝利というわけで、2戦目やっていきましょう。じゃあ第2ゲームやっていきましょう。はい、じゃあ次俺から引くわ。おい、ストップ。わあ、まあ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 、20枠の中にアーチャーを何体か入れなきゃいけないのが結構あれなことに気づいたから。ああ、確かに地味にアーチャー大事だわ。じゃあガクさんどうぞ。はい、ストップ。おお、まあまあ、それはサイドカット界最強ユニット。まあ、とはいえそんないらない。確かに少ないからね。じゃあいきます、ストップ。いや、なるほど、しょぼ、いっついな、ストップ。あ、オッケー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 、髪引きしてやがる。バルーンだけっていうのもちょっと、まあまあまあ、でもね、20枠だと4体しか出せないから。いきます、ストップ。うわー、これはまた引き直しですね。ストップ。いや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 、ストップ。ああ、まあ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 、まあ、ありありあり。ちょっとペッカ来たならヒーラー欲しいな。はい、うん、ストップ。おお、いやー違うな。イエティに愛されてるな。いらなすぎる。さあ通常ユニット最後のルーレットです。ストップ。おは、ライドラペッカ。ちょっと、まあまあまあ、まあ、どっちに振るかだな。強いな、でも、まあまあ重いんだよな。ストップ。ああ、うん、さっき騎士官やな、こいつ。ベビバルーンイエティウィズ、ウィズか。はいはいはい、ちょっとスパイニーにかけるしかない。確かにこれは。さあ運命のスーパーユニット、ストップ。ああ、まあまあまあ、なるほど、新戦術爆誕だな、これは。めっちゃ青い。青いな、ほんとだ。どうぞ、ストップ。ああ、まあ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 、いやー、ヒーラーなかなか引けないな、これ。それヒーラー引けないときついわ、このゲーム。これむずむずいな。
じゃあ次の配置できました。はい、はい、次ボックスの子ですね。はい、お願いします。ポイズン入ってる。はい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 、まあ、多少のヤンキーはね、まあ、リードしてるんで許されるということでね、思う存分ねヤンキーしていこうかなと思います。お願いします。いきます。自分ですらプラン忘れてしまう。これ一旦兵器は投下兵舎にしとこう。一旦、はいはいはい、まずはベッカで迫撃の竹取ってサイドカット。すんごい編成ですねこうなっちゃった。有名たすぎる。いけ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 、ナイス、ナイスなんですね。さあこれウィザードで対空砲割りにいきましょう。いいよいいよ。あ、これ援軍釣っちゃう。お前ちょっと強い外周回れ。ナイスナイスナイス、よく死んでくれたでかい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 。さあライドラで、おお、いいチェーン。その大工のおかげで、うん、ああさあ待って、援軍には釣られないでほしい。お、新しい。さあライドラ、ライドラ祭りをしていきましょうああちょっと何でそんな、そんな、そっち、この援軍むず。おお、いけるでしょ。オーケー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 。さあここまではヤンキーです。さあ帰ってきなさい。さあペッカービズ流していって、あ、それだり、足すしかないな、そこはヒーラーいないと悲しいですさあ頑張れ頑張れ。あ、そんな悪くはなさそう。さあ外周部もちょいちょい足していって、え、時間な、なんだこれさあアーチャーをさあスーパーガーゴイルも足していきつつ、いいよいいよ、うん、ワンチャンあるのでは。確かに呪文めっちゃあります。いいよ、ホグ来たよ。あ、ホグ強い。もうマジワンチャン。いや、時間との勝負になりそうだな、これは。ガゴ強いけど、もうこれ打つしかないな。さあ頑張れ。いや、マジワンチャン。黒く打つしかないな、もうポイズンも打って、いやー間に合わねえこれいや惜しい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 97でしょ。まあまあまあじゃあいきますね、はい、よいしょ。ああなるほどね、クローン入ってる。ちなみにこちらも JX タイガー。これは1個で耐えれるのか、なしで耐えれるのか。なるほど、ユニコーンをつけてオデヒを。これはなんとか、おお耐えた。
火力でゴリ押す。オーラだけ添えないと欲しいな。どうだ？いいよ。ああ、祭壇壊れたので戻ってきますね、これは。ここね、ここね。お、なるほど。ああ、なるほど、なるほど。確かに。強そう。ここ。いや、悪くない、悪くない。強そう、強そう。さあ、安い吹かれますが。悪くない、悪くない。クロス、ナイス。うお、いや、強えな。悪くないけど、あ、でもヒーラーちゃんと生き残って。ヒーラー位置がなんか、地味になんか。え、これめっちゃ強えな。赤パックそんなとこにいるんだ。あ、そのタゲないっす。勢いやば。ちょ、そこ頑張って。そこだけ頑張ってくれ。さあ、ここどうだ？ここになんか罠固まってくれてると、ありがたいんだが。フリーズ一発残りは。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランは吐かされていく。チェインが外周に入っちゃったので、投石機が少し時間かかっている。おっと、おスーパーボーラーたくさん回ってきた。巨爆。オッケーオッケーオッケー。97はいくでしょう。クロークも残ってる。ロイヤルチャンピオン潰れたが、かわせ、ナイス。ボーラーがすごい。オッケーオッケーオッケー。ニューニューメタ。マジ？いや、すげえな。うおぉ、クイーンナイスタイム。うおぉ、そのそのミリゴーリュナイスすぎる。ヒーラー仕事してんなこれ。マジか。オッケーオッケー、なんとか BO3 の3戦目まで。いや、レベル高いな2戦目。オッケーオッケーオッケー。なるほどね、これで1-1と。はい、ガーサス。さあ、ルーレット3回目の BO3 までやってきました。はい、じゃあどうぞ。ストップ。ああ、うわ、ノーマルか。ノーマルボーラー。まあ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 、いきます。ストップ。おお、また来た。まあ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 、ストップ。もう一回です。ストップ。あれ？ビンゴした。ストップ。ああ、ジャイボーラー。ああ、ジャイボーラー。ああ、強いね。いきます。ストップ。おお、ついに来たな、こっちに。そいつ意外とやりますか。2回も引いてるからね。ストップ。おお。うわー、パン10かってレベルの。こいつね、むずいんよ。むずいな。こいつむずかったな。ストップ。まあ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 、まあ。うわー。いや。まあまあまあ。いやーまあ。ストップ。おお。いやー、いいな、強いな。どこがですか。強いな。ストップ。おー、普通の回。まあ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 、よし、いいべ。穴開けれるようになった。さあどうぞ。ストップ。おお、強いな。いや、ジャイスパジャイ やばすぎ。いいな、ジャイスパジャイ。あの HP 高いですから。ジャイジャイボーラーできるじゃん。やばすぎる。いきます、ストップ。わあ。うーわー。 B ランク、 D ランクだ。うわ、ガチで陸だな俺の方。俺もっすよ。すごいな。これで最終戦をやっていきます。はい、さあ最終アタック。これで決まるんですもんね。うん。3戦目、BO3 の3戦目。
さっさ。スパジュアいな。スパチャ15体いる。すげえすげえすげえ。まず何でしょうと。ジャイボーラーじゃなくてジャイネクロになってますね。すげえことになってる。あ、ちょ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 。おおおいやいやいや。素晴らしい対策をしている。いいぞ。あそんだけなんか。あれあれ。そんなことある。こんなピンポイントで置いてある。すげえな。ピンおかず対策バッチリですね、JX タイガー。そんなの用意してたんだ。まあまあまあ。まあまあ。やばすぎ。パオ。確かにね。ワンテスがいいとこ入るな。はい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 。ここからのリカバリ激ムズいな、このユニット。サインビジブルで隠してクイーンを戻しますが、ウォーでも釣られてしまいますが帰っていく。はい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 。うわ、キャバクヤバ。おおお、間に合いましたね、ドーム。素早い反応。いや、これは素早い反応。それどころじゃないんだ。俺のジャイアント全部いた。スパジャイアント全部手元にいる。カオス。ワンチャンあるな。ワンチャンあるな、これスパジャイで。スパジャイ強いからな。イーグル追ってくるとりあえず。さあ、ガーゴイル。躍動していく。潜り込んで。やばすぎ。スパジャイが、進撃の巨人。何か対策してんのか。確かに、おっさんやりそうだもんな、そこは突入。確かに。ちゃんと研究してる。これでなんかちゃんと研究されてたことが分かったね。それ。まあ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 。まあ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 。これは強いのジャイアント。スパジャイ強。まあまあまあ。まあまあまあ。いいパーセントだな。65%。いやー、これはでかい。いや、これ GX タイガーしか勝たんわ。じゃあ行きます。ファイトです。ほい。さあ、こっちもこっちで脳筋編成なんでね。まずはアーチャーを使ってサイドカット的なことをしていきます。パー大事ですもんね。確かに。で、あのちょっと離れたあれをイエティで折れなきゃいけないんだよね。いけ。あ、イエティ強い。そしてこれはバルーンがないのでトームでごまかします。つなげすぎる。さあ、バルーンクローンしていって、やばすぎる。これラバを攻撃できるやつがクイーンしかいません。ディガー潜らせましょう。ここにディガーをアーチャーターに潜らせていって、いや、これキッツ。しかも折れてないんか、あれ。ワンチャン 65% あるぞ。ほら、ワンチャン65。ちょっとキング落とせない。いいですら 6? いや、これキッツいな。65ワンチャンあるな。耐えろ。レズクイン落とせ。ナイス。いやー、あと 15%。 やばすぎる。オッケー。いや、これワン、いやー、いいよ、キング。
いや、ちょ、それなんで、まだある、まだある、まだある。やべえ、行かれそう。いけるいける。まだあるよ。うわ。マジか。うわ。はい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 。思ったより伸びる。前回まだあるな。どこがすか。いけ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 。どうせ。あ、くいけ、どうせ。あ、思ったより強い。まあまあ弱。ヒーラーのいないスマッシュ、えぐいな。ラバに一生捕まってました。ラバ攻撃できる人一人しかなかった。うわあ、まあ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 、よく、あそこからよく伸びた。70きます。泥仕合すぎる、泥仕合すぎる。はい、というわけで、はい、トータルで、まあ、一応2勝1敗というわけで、ユータ14勝利と、はい、まあこれはガチャゲーだな、うん、20枠しか詰めないやつ。そうだね。でも結構難しかったね、これ。どう、難かったっすよ。難かった。やったことないからさ、普通に楽しかったけど、ヒーラーの偉大さを、そう、ヒーラーの偉大さと空飛ぶユニットの偉大さを知った、うん、空飛んでるだけでありがてえって思うようになった、これ。それこれ結構4枠だときついな。4種類だと、そうですね、もう1くらいあると。適正は5種類っぽいね、これやってみた感覚。それか180をちょっと、そうね、20枠も結構積んでみるときつかった。スーパーボールブレーカー1体入れるともう残り12体しかいなくて、もうな、バルーン2体しか使えない、ヒーラー積めないし、そんな感じで結構難易度的にはハードモードで楽しかったし、まあ、ガクもね、なんか面白い編成で前回撮ったり、でも楽しいですね、クリエイティブ、クリエイティブで合法的クリエイティブバトルなんで。これちょっとまたね、いろんな人に仕掛けたりルール改変してとかやってみたいね、はい、そうですね、僕が第1回ゲストということで、そう、第1回ゲストガクさん呼んでみました。なんかでも改善点もたくさん見えたし、またルール変えてガクともやりたいね。はい、ぜひやりましょう。まあちょっとこれに似たルールも他のものを考えてるので、またその時はガクで試そうかなと思います。ガク、はい、さん、また YouTube 始めたんですか。もう脱振り。はい、レジェンドのアタックを主に乗せてるんで、あとレジェンド配置配ったりだとか、レジェンドリーグもこのルーレットで回したユニットで普段攻めてるみたいな。その日のルーレットでユニット決めて攻めてるなんていうことはないんですか。まあそういう企画をね、今後もしかしたらやるかもしれないですね。なるほど。まあ、ぜひね、コメント欄でこの編成だったらこういうのできたかもよとか、確かにこのルールだとあのユニット強そうみたいなのとかね、あればコメントでください。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。さよなら。